はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで、本日はですね、ちょっと珍しく夜撮影ということで、ただいまですね、時刻で言うと22時41分、こんな感じでね、がっつり夜間でございます。最近編集が夜間に行うことが多くて、結構ね、こういった夜の時間にお腹すくことが多いんですけど、うちの近所に昔から気になってた深夜2時まで営業しているラーメン屋さんがありまして、今日はですね、ちょっとこの編集で小腹が空いてる中、夜ご飯もね、もちろん食べておりません。美味しいラーメンやビールをね、こんな罪のある時間にね、食べていこうと思います。僕もね、基本的には撮影外ではあんまりこうね、普段の体調を気にして食べないようにしてるんだけれども、仕事の帰りとかさ、通ってみると夜中とかでもね、やっぱね、外待ちしてるぐらい人気なんですよ。でずっと気になってたので、やっと念願かなっての撮影ということで、今日はですね、がっつりとラーメン食べていこうと思います。まあ、餃子とかご飯物でビールもね、楽しんじゃおうかな。ということで、ただいまですね、こちら熊五郎さんの店内に入っております。実はですね、こうオープニングをお店の前でいろいろと紹介したかったんだけれども、本当にね、お店外待ちしてるぐらい、もう11時半ですよ。30分ぐらい待ったんだけど、こんな時間でも外待ちしてるぐらい人気店ということで、外ではオープニングがとりあえずただいまですね、店内で撮っております。で、本当にね、お忙しそうなので、とりあえずね、いろいろとメニューを紹介する前に、まずはね、駆けつけの生ビールを一杯注文したいと思います。あ、ありがとうございます。それではですね、ひとまずこちら注文した生中が届きました。これ見てわかります？これグラスキンキン。もうね、夜中なんだけど、まだ気温は30度でね、もう歩いてくるだけで汗かいたんで、一杯いただきます。うわ、ちょっとね、さっきビールと一緒に餃子と肉野菜炒め頼んだんだけど、ビールがうますぎて来る前に一杯なくなりそう。聞く。でも今日あと何食べようかな。結構ね、麺類以外にもおつまみだったりとか炒め系、そういったものが多くて、どっちかっていうとラーメン屋さんなんだけど、町中華っぽい感じもあるのよ。いろいろとね、味噌ラーメンだったりとか、そのあたりも食べたいんだけど、まあつまみ系もね、主食系も食べたいものが多すぎて、今めちゃくちゃ悩んでおります。かつね、この辺りのドリンクメニューなんかも結構豊富なんで、正直ね、うちこれ歩いてこれるんですよ、この熊五郎さん。確かにね、ちょっと並ぶっていうところがあるけど、今後うちの妻と時間あったら通っちゃうぐらいなりそうだな。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、ただいまこちら餃子が到着しまして、で、待ってる間にね、一杯目飲み干しちゃったので、2杯目も注文しました。でね、紹介してたら、ちょうどね、肉野菜炒めもこれ到着しました。いや、あのね、商品の提供今めちゃくちゃ忙しいんだけど、早い、一瞬で商品来るわ。いや、そしたらですね、改めていただきます。いや、もうすぐ日付変わるのよ。こんな時間にこんな料理来るなんて罪だわ、マジで。やっぱ焼きたての餃子かな。焼きたての餃子はこんな感じでございます。 100% うまいね。ニラとニンニクめちゃくちゃ効いてんな、これ。いや、ニンニクガツンと効いてるな。うまっ。いや、今日ね、一日中家にいてずっと編集したんですよ。最近はね、結構動画の本数も増やしてるので、編集時間っていうのが日々増えてるんだけど、一人でいるとさ、基本的に家ではご飯食わないから、今日ほぼほぼ一食目なんですよ。でもこんなうまいもん食って、こんだけビール早めに飲んだら酔いがすげえ回るわ。僕の動画では珍しく餃子に醤油つけてみましょうか。でもやっぱ餃子といったら酢胡椒かな。
うまっ、めちゃくちゃうまっ、うん、めちゃくちゃうまいなこれ、うん、もうねこれ一瞬で餃子完食でございます。でも来店数分だけど一瞬で餃子なくなった。ちょっとこれ行こう、肉野菜炒め、うん、うわうん、うまっ、濃いめの味付け、うまっ、うん、あれあれこ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 れ聞くやべえな、餃子6個と肉野菜炒めちょっとしか食ってないけどもう2杯目やなくなっちゃう、うん、あでもこうやってさ喋る大食い、みんなさんと一緒にお話ししながら食べる大食いの動画って結構前に上げたバスストップさんの動画でこんな動画どうですかって話をしながらね、こういう動画撮ったと思うんですけれども、結構ねご好評のコメントいっぱいいただいて、次こそまたどっかのお店でやろうかなとかずっと思ったんだけれども、やっぱりね普段の動画からこうコロッと内容を変えるのって結構怖さというか僕的には恐怖があって、やっぱね最近の動画で言うと食べながら喋ってるのはあんまり好きじゃないみたいな方も結構いらっしゃるみたいなので、こういう喋りながらの動画が好評であれば今後も撮っていきたいなと思うので、そういった方はね、ぜひコメント欄の方にこういう動画面白かったよみたいなコメントを書いてくれたら嬉しいです。あれやべえ、めっちゃ酔い回ってきたな。じゃあ追加お願いします、はい、生中一つと、はい、いやでも結局こういう動画が一番ねその美味しいとか行きたいみたいな気持ちを駆り立てる気がするんだよね。僕もね昔はこう大食い動画を無言でね、まあいろいろカットをせずに撮ったりしたんだけど、やっぱりさ皆さんこの僕らが食べるようなチャレンジメニューとか大きいメニューって食べれないじゃないですか。でそうすると結局その動画を見てもね実際お店に行きたいとか思ってもらえるかなって考えた時に微妙かなって思ったんですよ。やっぱりね最近はデカ盛りとかでもしっかりねお話をしながら皆さんにね味の想像ができて食べに行きたいなと思ってもらえるようにいろいろとねお話をするんだけれども、まあいかんせんねもちろんお話しするのが好きじゃない人もいるからね、全員が楽しいと思ってもらえるような動画って作るのは難しいと思うんだけれども、少しでもね僕が撮影に行かせてもらったお店さんに行きたいなと思ってもらえる方が一人でも増えるような動画ができればいいなと思っております。いやもう酔っ払ってきて何の話してるか分かんねえな。あ、ありがとうございます、すいません。まあそんなこんなで今日これね麻婆豆腐が到着しました。ちょっとこれとビールいきますか。何なんだろう、辛いのかな。メニューにはね唐辛子の表示があったけど、酔っ払ってても分かる熱さでも豆板醤の香りとかこのひき肉の旨味とかしっかりとね餡に入ってるから酔っ払ってても分かるぐらいうまい。うん、あーすいません、ありがとうございます、いただきます。主食本日の一品目はチャーハンでございますね。ひとまずねこちらのチャーハンそのままいただきたいと思います。皆さん、うまい、まあ、マジでうまい。
ありがとうございます。ラーメン来たけど、そんなこと置いといていいぐらいこのチャーハンと麻婆の組み合わせがうまい。あんすぎ。さすがにラーメン食うか。じゃあちょっとこの辺りでねラーメン食べようと思うんですけど、今回は味噌ラーメンにチャーシューでバターコーンに味玉をトッピングさせていただきました。あ、うまっ。スープも乾麺タイプだ。多分ね、一緒に炒めてるのか、このスープ自体にもうすでにこの野菜の甘みとか旨味がしっかり入ってるね。でね、このチャーシューですよ。増したチャーシューめちゃくちゃ柔らかそう。今回ね、この味噌ラーメン大盛りで注文しましたんで、大盛りはこんな感じでございます。うまっ、うまっ、うまっ、うままたバターがうまいな、これ。コーンバター追加してよかった。そのままでももちろん美味しいと思うんだけど、このバターの風味でコーンの甘みがこの味噌ラーメンにめちゃくちゃ合う。うわ、本日の注文した食べ物は全て完食しました。残りはね、この生ビールのみでございますね。わかった。お疲れ様でした。ということで本日はですね、こちら熊五郎さんで美味しい料理とともに、こちらのねキンキンに冷えた最高の状態で提供される生ビールをいただいてまいりました。マジで美味しかった。まあ酔っ払ってるのもあるんですけれども、こうやってね語彙力がなくなるぐらい、こういうのがいいんだよ、これでいいんだよっていう美味しいラーメン屋さん、町中華でございました。ぜひですね、この熊五郎さん食べたいよと思ってくだされば、このね美味しいラーメンですとか、おつまみとともに、この最高の状態で提供される生ビールと一緒に食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画の方からチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動もあっておりますので、そちらは概要欄からチェックしてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。